博物館の入り口ベルギー王立自然史博物館はベルギーの首都ブリュッセルにある博物館である。最も重要な展示物は1878年にベルギーで発見された30体に及ぶイグアノドンの骨格化石である。恐竜ホールは恐竜の展示に用いられているホールとしては世界最大のものである。他にジャンド・アンズ・ランド・ブロクールが1960年に 今後民主共和国北東部で発見した遺物、イシャンゴの骨が有名である。研究部門と一般展示の部門がある。1846年にブリュッセル博物館の一部門として創設された。ネーデルラント総督、カール・アレクサンダー・フォンド・ートリンゲンのコレクションが元になっており、初代の館長はベルナール・デュビウスド・ジジニーが務め、 自らの収集した2474体の鳥の標本を寄付した。1860年にアントウェルペンの要塞の建設中にクジラの化石が発見され、北極クジラと白ガスクジラの化石も博物館に収蔵され、現在も展示された。1860年にライアー近くで発見されたマンモスの化石が購入され、1869年から展示されている。 当時マンモスが展示されていたのは、ロシアのサンクトペテルブルクの博物館だけであった。1878年にバーニサートの炭鉱で、イグアノドンの化石が発見された。38体以上の化石が発見され、30体が1852年から展示されている。2007年に恐竜を展示するホールが改装され、面積が4580平方メートルに拡大されて、 世界最大の展示場となった。ありがとうございます。